おはようございます。はい、今日はアマゾンの宅配の講習を受けてます。なんと朝9時から2時までの5時間です。結構ハードですよ。ではでは、今日はめっちゃ寒いです。車の温度計は3度です。今日は座学5時間、まあ5時間までフルには行かなかったんですけれども、オンラインでの座学で眠気との戦いでしたが、ちゃんと勉強できました。これからカインズホームだっけ、そこまで行きます。ビバホームね、来月閉店のとこ、もう品物がかなり少なくなっちゃってるもんですから、カインズまで買い出しに行こうと思ってます。寒いですよ。こっちが通り道か。はい、こっちですよ。よいしょ、カインズに来ました。なんかめちゃくちゃ大喜びしてるんだけど、あったかいからかね。さあ行こう行こう。はい、得意顔。カインズロッカー、ここで荷物あるんだ。最高。お仕事の準備ということで、手袋や安全靴でヘルメットで2度目のゴムとか、そんなもんを買いました。結構安いもんで揃えられたんでいいでしょう。カインズ来たら必ず寄るところです、カフェブリッコ。で今日はね、9個入りのマフィンを買って帰ります。美味しいんだよ、いろんなのが入ってるんだよ。9個で1000円お買い得です。本日販売中のマフィン、これが9個入ってるのかな。でもこれとこれもあって、これも入れてくれたみたいな。9個セットはプレーン2個とおすすめ7個に、これ全部ではないのかな。でも、あそこにあったやつから、これが入ってた。今焼けてるやつってこと？そうだね。お散歩来ました。でカインズ行って帰ってきて、上がんないうちにちょっとお散歩しようということで来てます。日向の方行こう。今日はめちゃくちゃ寒いんで、日の当たるとこ行きたいと思います。体温が下がるとね、免疫力下がりますから、寒いのは良くないですよ。先ほどカインズで買ってきました。滑り止め付きの手袋とヘルメット、そしてバンジーロープ。これは何センチだ、30センチと50センチ。あとはがゴムですね。でブルーシート、毛布が欲しいんだけどね。あとは安全靴です。でこれからあとは必要に応じて必要なものを買っていこうと思います。とりあえずこんなもんかな。備品は多分これで良いかと思われます。あと懐中電灯だね。なんかうちにあるの使いたいと思います。
今日はこれから ETC のセットアップ、昨日 Amazon で買ったんでね、ファックスで、車検書の内容と委任状を送ってまいります。はい、ではセブンイレブン行ってきます。寒いです、めちゃくちゃ寒いです。昨日福岡かな、ゆうきさんというイラストレーターの方のところで夜お湯が出なくなったそうです。夜の前か夕方かで湯沸かし器が凍りついたそうですね。大変だったみたいですね。やっぱりお風呂も入れないもんね。でもって一応今朝お昼ぐらいだったかな、なんかディスコードのチャットで見たらお湯が出るようになったというのを書いてられたんでね、よかったですけれども、なんかお湯を少しずつ出しとくのがいいらしいですね。もっと早く教えてよって感じですけども、でもこの辺はそんなにマイナスにはなりましたけれども、そこまで冷え込まなかったようで、そういう被害も特に聞いてないですね。今晩もまだマイナス1度氷点下の世界が広がるようです。車中泊の方、外で寝ようとしている方、気をつけてください。凍ってる凍ってる、寒いよ。